ですか？やった！僕、幸せです。こんなことなら、いつもウサギ姿でいればよかった。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。謁見室まで行きたいんだけど、どっちだったかな。さっきもう少しで着くと思ったんだけど、また遠のいた気がするんだよね。次の夕方までに行かないと女王陛下に怒られちゃうぜ。お、そうか、やっぱりこっちで会っていたんだな。よし、なんとか間に合いそう。と言っても、もうかなり待たせちゃってるんだけどね。何にしても助かったぜ。ありがとう。あなたってウサギが好きだったんですね。そしてあなたと一緒に眠れるなんて夢のようです。僕、ずっとこの姿のままでもいい。聞いています？僕といるのに他のことなんか考えないでくださいよ。誰のことを考えていたんです？え？僕の？そうですか。あなたがそんなにウサギが好きだなんて嬉しいです。最初興味を持ってくれなかったからウサギには無関心かと思っていました。
ずっと覚めないでくださいね。ダメです、そんなの。無理じゃありません。帰っちゃダメです。絶対にダメですよ。それだけはダメです。すみません。ウサギに戻ります。人型のままでもいいんですか？僕もどちらでもいいです。あなたの好きな方になります。僕はあなたに好かれたいんですよ。あなたが大好きだから、あなたにも僕を好きでいてもらえればもっと幸せだと思います。たとえ好かれなくてもそばにいたいと思っていましたが、そばにいたら好いてもらいたくなってくる。そばにいる前は同じ世界にあなたがいてくれるだけで、あとは何でもいいと思っていたのに。これって何なんでしょうね。僕が強欲なんでしょうか。そうかな。僕は何にも矛盾を感じませんよ。
あなたが僕を幸せにしてくれたから、僕もあなたを幸せにしてあげたかった。あなたはこの世界にいる方が幸せになれる。だからあなたをここに閉じ込めたんです。あとはずっとここにいてもらうだけ。それだけで僕は十分。十分なはずなのに、今はそれだけで十分だとは思いません。ただ同じ世界にいるだけじゃダメで、あなたと一緒にいたい。他の人間でも物でも何でもいいから、あなたが執着してそれでここに留まる理由になればいいと思っていたのに。なんだか気持ち悪いな。バカって。いえ、そうかもしれませんね。あなたが僕を愚かにするんです。あなたがそばにいるだけで僕は眠るの大好きです。
凍結しそうだ。嫌だな。注射が嫌いなんだ、私は。注射は嫌だ。子供でいい。ん？ああ、そうだよ。誰かに聞いた。ここの世界の人間は皆二つ名があるんだ。地位がそのまま呼び名になっていることもある。私はミノムシと呼ばれているんだよ。ああ、違う、毛布じゃなくて。いつも夢に包まれて出てこないからだ。私はそういう役割なんだよ。ミナムシならまだいい。イモムシと呼ばれることもあるんだ。それは許せないよ。ミノムシの方がいい。私はミノムシのままでいる。他のやつだって似たり寄ったりさ。私だけじゃない。さっきいくつかと聞いたけど、私たちに年齢なんてない。いつまでも子供で、最初から大人なんだ。そうだよ、狭間の世界だからね。私も含まれているのか。
者が嫌なんだ。いくら具合が悪かろうと医者には絶対に行かないからな。死んでも行かない。それがでして、大変申し訳なく思っております。じゃあ死ねばいいじゃないですか。申し訳ないと思うのなら死ねばいい。どうして今あなたが生きているのか僕には不思議でなりません。この世界には不思議なことが山のようにありますが、とびきりの不思議ですね。ちっとも面白くない不思議なんて決してやりたいと思いませんか。